ですか。なんで負けたんですか。勝ったんじゃないですか。ハイフライフローは勝ってないですか。何が起きたんですか。完全に偽だったじゃないですか。何が起きたんですか。せっかくさ、いぶし君が俺を待ってて、こうしてタッグのね、タイトルマッチにこぎつけたのに、情けない、本当ごめん。でも今日は負けてしまったけど、まださ、俺はゴールデンエースまだ続けたいと思ってるけど、それが本当にいいことなのかどうか、すぐには答え出ないと思う。だから厳しく、またいつか組もう。またいつか組んでくれ。俺が絶対調子上げて、今よりも調子上げて戻ってくるから、はい、それでいいか。高さん、高橋さんが僕のところまで来てくれるんだったら、よし、僕はいつでも組みますよ。よし、一旦そうだな、そのタッグ戦線としてはここだよな。でも G1 も始まるしな。そうです。でもこのまま中途半端でな終わらせるの、本当なんか俺のキャリアの中で一番悔しいから、絶対またいつかでいいか。それは僕も思ってますよ。なあ、これは終わらせはいけないと思ってるし、ただ僕は僕でシングル戦線あるんで。そうだよな、G1 も始まるし、絶対に G1 を取って、そしてタナさん、うん、そこでまた組みましょうよ。それ言っちゃう？それ言ったら俺も G1 取るよ。同じフルブロックだったら僕負けませんよ。そうだな、ブロックは決まだ分かんないからな。もし違うブロックだとしても決勝で会いましょう。そうだな、はい、そういうことになるよな、はい、そしたらもう完全に俺が副長者っていう証明になるからな。そこで勝ったらさらに、はい、僕は認めますよ。じゃあ G1 クライマックスの決勝で俺が勝たないとタッグは組めないってことやな。組めないです。よし、分かった。答えは出たぞ。答えは出ました。僕が優勝します。でも優勝したら僕権限ありますよね、外れるんで、そしたらまた考えます。はい、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 俺らのプランが上回ってるな。悲しい。お、乾杯。いや、レスですか。ああ、でも俺ダメだ、車だけはチクシュア。しょうがねえな、しょっぱいね。すいませんじゃ乾杯。誰に見えてるか。高橋、絶好調、好調だ、絶好調だ、復活した、カムバックしてみせる、カムバックして見せかけさせたんだよ。意味わかるか。お前が調子に乗るとこわざと俺らが引き立ててやった、それぐらいもわかんねえかな。あ、バカだなお前は。心底お前によ、
前に復活もクソもねえんだよ。もともとよ、別に復活してねえんだよお前。たぶんちょっと勝ったぐらいで、それも全部わざとだ。俺らのすべて手の内に踊らされて、お前が調子取り戻したとおだててやったんだ俺らがよ。ああ絶好調ですね田中さん。じゃあやりますか。何も変わっちゃいないんだよ。その超好調ぶりを出させてやってからのコロッと、これらこれはもう俺ら最初から見てるから分かってたんだよ。えあいつを調子に乗らしてやろうって、そっから一気に行ってどん底に突き落としてやろうって。どうだゴールデンボールズ、フィニッシュ、フィニッシュ、もうないだろな、ゴールデンボールズのバカなファンどももよ。ん今日の俺らの戦い見て文句つくとこあるか。前の時はよ、ガチャ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 ブスな女どもがよ、なあいつら二人に抱かれたい女どもがよ、ガタガタ言いやがってよな。今回はどうだ、ガタガタ言えんのか。調子に乗った棚橋が悪いんじゃねえか。俺ら文句つくやついいのか。もうねえだろゴールデンボールズも、グノネも出ねえだろイブシ。やっぱりお前は死神だったな。お前がいるから棚橋が勘違いするんだよ。棚橋があんなになったんだよ。やっぱりお前は死神だった。俺が読んだ通り、棚橋お前も俺が読んだ通り、調子に乗ったところでコロッと、全て全て俺らの手の中でお前ら踊ってたんだよ。それぐらい気づかないか。だからこの結果になってんだな。ベルトはあいつら求めてない、俺ら求めてんだ。わかるからな、このベルトは俺らを求めて戻ってきたじゃん。 This team is unstoppable. Golden Balls finished. Idiots. Lose the belts on their first defense. Lose them on their return match. They didn't deserve a return match. We're just very kind and generous. But now I want that team over. The ace is dead. Long live Dangerous Techers. We're the greatest team in New Japan.And there's nobody that can stop us. ほらどうすんだ新日本プロレスよ。お前らが一番可愛がってて一番取ってほしかったチームが2回も俺らにやられて、まさか3回目も出してくんじゃねえだろうな。くだらねえこと抜かすねお前。お前、お前らゴールデンボールズのファンも誰も認めて、まあゴールデンボールズも終わったけどな。どうすんだ新日本プロレス。いいんだな、じゃあ約束通りこのベルトが俺らにあるってことはよ。Hug it. Here you go, here's a picture. Yes! 俺らが前も言った通り、俺とザックが中心になってやっていくぞ。なあ、俺らになってよ、プランがあるんだ。この先のプランなんだ。だから、このベルトはゴミみたいなベルトかもしんねえけどよ、ゴミみたいなやつが調節していくからよ。ゴミみたいなもんでも価値あんだよ、一応な。俺らになってよ、考えてることあんだ。Step one. Step one of our plan.Keep those beautiful gold belts. Step two, you idiots can wait. ほら、火災発生だよ、ほら。おい。あ、火事だよ、火事。な。You trying to set us alight? 俺らの熱に見てんだ、ほら。You should let us burn? 何、早く終わらせろっつうのか喋んのよ。それ鳴らしててめえ、ほら、ガキ。お前鳴らしたんだろ、わざとは。早く帰れってことか。見えて。なんだ、お前、こんなやろ。お前だろ、こんなやろ。お前ゴールデンボールの資格か、てめえ、こんなやろ。You don't seem very concerned. That was a fire alarm. いつまでも喋ってやるぞ、こんなやろ。10分でも20分でも、こんなやろ、てめえ。You're trying to stop us.今日の試合みたいに、なあ、ただ勝ちますって言ってんだけじゃねえ。なあ、ゴールデンボールズ、お前らが体をシェイプしてもさ、どんだけ絞っていいからになっても意味がないってこと今日分かったろ。最後に出るのは体重差だ。体重差とこのザックのこの絡みつくこのボディだ。分かったか。なあ、絞ってな、筋肉つけたって意味ねえんだよ。俺らの体がそれを見せる。日本にしろ、お前ら。じゃあ次行くぞ、ザック。これ持って。次、G1 だ、なんだ、知らないぞ。G1 next。知らない、G1 ももう。キャンセル。見たくねえ、こんな熱いの。We don't need the G1. We're the top champions. つうか、
これある以上、俺らやらせてもらうから。まあ、今はまだ言えないけどな、ザックな。まあ、楽しみにしておけば。残念だったゴールデンボールズ。ハイサンダー。あとはスキューしろ。死神さん、俺のとこ来てもいいぞ。